ございます。やっぱり毎度のやつね。真面目な俺なんか今日顔暗くない？いつもはニコニコしながら僕に罰ゲームを与えてくるスタッフが今日は暗いですな。今日は僕も実は大食いをすること以外はできない。大食いやるんだ。はい、まあ、なんか10人前とか大食い。はい、10人前。10人前。お疲れ様でした。よしよし。食べたもんだって俺夕方ご飯何食べたか知ってる？何食べたの？ウインナーとシーチキンだよ。お疲れ様でした。ちょっともう何もういいって。また罰ゲーム。この大食いとか大食いじゃないよ。この体はこの体はね、何でできてるか知ってる？自堕落な生活だよ。今日違う感じするじゃない？今日違うでしょ、なんか。ティーツティーティーツティー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 前回のチャレンジは見事成功、応援と。知的な石川君には簡単だったかな。石川君にはもっとやりがいのある指令をね、やってもらおうかなと思うわけですよ。いつもいつも簡単にクリアされるようじゃ面白くないよと。そういうわけで今回は君たちにも協力してもらうからね。時に石川君、ラーメン二郎って知ってるかな？今の時代ね、あの二郎が鍋で買えちゃうんだよ。そこで今回はラーメン二郎10人前を食べきってもらうミッション。石川君とスタッフ最大5人、この6人でラーメン二郎を食べきってもらう。もし失敗したら全員まとめてあの世行きだ。間違った、滝で撃たれてこーい。やったぜやったぜやったぜ。はい、それでは頑張ってくれたまえ。どうですか、3人は自動食べてみて。いや、いけますよ。俺一人に10人もらっちゃいますよ。なんでそうやって嘘つくの？
ねえ、なんでそれでどうすんの。それあのスロットで言うと俺は絶対フリーズ引きますからみたいなの俺と同じだよ。まだまだですね。お、ポネトもう食べた。箸回っちゃったの。何とかこんねん。肉うまくない。肉食べた。肉美味しいですね。肉一番うまいね。8年ぐらい前にさ、はい、俺の放送にちょっとスポンサーついてさ、P 入れながらこれ聞いてほしいんだけどさ、スポンサーがついてた、うん、あの炊飯器の中にご飯と一緒にウニを入れて一緒に炊くと、うん、ふわっとしたこうウニご飯が食べれる、はいはい、嘘じゃん。まあ商品依頼が来てさ、うんうんうん、まあでも視聴者の方にこう宣伝するまで一回自分で食ってみないといけないなっつって、そのウニ飯を試しにやってみたら、ね、はい、放送中に料理配信だっつって、はいはい、でバッて炊いて蓋開けた瞬間に匂い嗅いで2秒でくせって言って、その月のウニ飯の売り上げが2個で1月で断られたっていう伝説の。どうですか、10人前いけそうですか。楽勝だよ。あっという間に耐えられてやるぜ。うまい。うん、まだまだですね。お前が引っ込んでんだろおい。今日来てさ、この後仕事があるっていうのに急にこんな10人前食って食べる。うまいこれ。僕食べたんで。もうなーに。毎回あれだよね、指令出してくるけど逆パターン欲しいよね。欲しいっすね。ほんとにこっちから出したいっすね。出しといよ、このエロジージー。この前ね、マッスル動画の、ね、収録中に、はい、カメラ回ってないところでお願いしますって言って逆で乳首プロンって触ったら、こっちの右も触ってよって言われた。どうですか。急に来るなこれ。2回しか行ったことないけど美味しかった。わりかしジロリアンだよ。本当にきついよね。きつい。大丈夫。全部食います。俺フリーズ引きますって言ってたじゃん。今フリーズ状態。石川さん、あれもうちょっとです。もう一頑張りしましょう。もうちょっとだから頑張ろう。無理っすよ。ちょっと待って。いける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 から、いけるから、いけるから、はい。お腹いっぱい、温度に。食べきって、早く食べて。もうあとちょっとだから、ほぼ。はい、というわけでなんとか食べきりましたけど、なんか食い切ったのに負けた気分だ。森田、見たか。これが俺たちの力だ。移行3ヶ月、バラエティ動画には出ません。はい、まあでもなんとか食べきれたんで、滝行やらないで済んだだけでもね、よかったのかなというふうに思いますけど、ありがとうございます。へいっ、へいっ、へいっ、へいっ。